はい、お忙しいところご参加いただきましてありがとうございます。それそれででは、は、令和4年度、多賀大学微細藻類バイオの研究プロジェクト成果発表会を開催いたします。私は、理工学部の川北と申します。よろしくお願いいたします。本発表会は対面及びオンライン形式で、開催しております。また、アーカイブとして、本日の方の YouTube で閲覧できるようになっております。それでは、まず開会にあたりまして、多賀大学長、児玉博人よりご挨拶申し上げます。皆さん、こんにちは。佐賀大学長の児玉でございます。本日はご多忙の中、微細藻類バイオマス研究プロジェクト成果発表会にご参集いただきありがとうございます。本日は佐賀市長の酒井秀隆様をはじめ、佐賀藻類バイオマス協議会の皆様にご臨席いただいております。重ねて御礼を申し上げます。この微細藻類バイオマス研究プロジェクトでございますが、2016年に佐賀市、筑波大、佐賀大学の3社で締結した佐賀市における藻類バイオマスの活用に関する研究協定に基づき、藻類産業創出のための研究拠点として佐賀藻類産業研究開発センターを2018年に佐賀大学に設置していただきました。そこそで、こで、皆様からは、継続したご支援をいただきまして、これまで、佐賀市内に生息する微細藻類の有効活用に関する基盤研究を実施してまいりました。本学では、今年から第4期中期目標、中計画期間の中で、教育、研究はもちろんのこと、社会貢献に一層力を入れてまいります。また、自分の佐賀大学のあり方を示す佐賀大学のビジョン2030においても、10年後のあるべき姿として、地域から信頼される大学を目指して活動しております。皆様におかれましても、ますますのご支援、ご助言をお願いしたいたします。本日の成果発表本日の成果発表会は、佐賀市様および佐賀藻類バイオマス協議会様への成果の報告と、そして、学内の教職員にこの成果を紹介することで、さらに事業が広がっていくことを期待し、開催することといたしました。本研究プロジェクトにとどまらず、地域とともに未来に向けて発展し続ける大学であるため、佐賀市および佐賀藻類バイオマス協議会の皆様は、大変重要なパートナーでございます。本日のご縁が、皆様との発展の一助となることを記念いたしまして、私からのご挨拶といたします。本日はよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして、高市長、酒井様よりご挨拶いただきたいと思います。皆様、皆様、こんにちは。ご紹介をいただきました、市長の酒井秀隆と申します。本日は、微細藻類バイオマス研究プロジェクトの成果発表会ということで、招きをいただきまして、誠にありがとうございます。この研究プロジェクトでありますが、平成28年ですね、2016年に、佐賀大学さんと佐賀市、そして筑波大学さんと3社で、この藻類の産業利用に関する基盤研究ということで、始めていただきました。以来、地域資源の有効活用と、そして経済の発展に研究プロジェクトを通じまして、ご尽力を賜っていることに、この場をお借りして心から感謝を申し上げます。昨年ですね、もう本当に気候変動の影響で、毎年大変な猛暑であり、また、毎年のようにですね、災害にも見舞われている、そういった中で、循環型社会の構築というのは、喫緊の課題で、ますますその重要性が増していると、実感をしているところでございます。そうした中で、藻類
藻類は、皆様ご承知の通りでありますが、食品ですとかサプリメントとか、さまざまな用途に活用できるそのポテンシャルを持っておりますし、また CO2 の吸収、さらには水質の浄化、そういった効果があると、ということで、こういった地域の資源を有効に活用する、そのことによって、市民の皆さんの健康とか、あるいは環境の、サステナブルの環境、そして、私たちの暮らしの安心、そういったものに、貢献をしてくださるのではないかと、大変期待をしておるところでございます。で毎年ですね、研究成果というのをこうまとめてこられたというふうにお聞きをしておりますが、こうした成果発表会という形で開催をされるのは、今回初めてということでお聞きをしておりまして、私もですね、着任してまだ1年目ということで、今日の成果発表会が大変楽しみに。楽しみにしていたところでございます。今後ともですね、皆様には、またお力添えを伴って継続して研究をしていただくことを、またプロジェクトがますます発展することを記念いたしまして、力への本題のご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは、状態公園として意見の意見を伺いたいと思います。まず、佐賀市バイオマス産業推進課、江島様より、佐賀市におけるバイオマスの産業創出に関する取り組みについて、ご講演いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、おはようございます。私は佐賀市役所のバイオマス産業推進課、課長してます江島と申します。よろしくお願いします。私の方からは、佐賀市の県の地域バイオマスの活用の産業推進の取り組みと題しまして、その中でですね、佐賀大学さんとこういったその連携ですね、進めてきたというそういった流れをご説明できればなというふうに思っております。あと最初の方で最初の方なんですけども、バイオマス、バイオマス産業都市プロジェクトと書いています。そもそもバイオマス産業都市とは何かというんですが、関係7省が集まりまして、バイオマス産業を軸とした環境に優しく災害に強い街を作っていこうという取り組みでございます。佐賀市としては2014年11月に認定を受けていまして、佐賀市は3つの中でプロジェクト、その中で1は1番目と3番目ですね、生成工場二酸化炭素分解回収事業と下水浄化センターの一部をご紹介できればというふうに考えています。プロジェクトなんですが、廃棄物であったものが、エネルギー、もしくは資源として、価値を生み出しながら循環する街ということで、各施設といたしまして、温泉施設と下水の浄化センターに下水処理施設を各施設としております。既存の施設を活用していこうというところなんですが、こういったその施設というのは、市民からはですね、いきなり迷惑施設ということで、泊まれる施設だと思いますが、これを歓迎されるような施設に変えていきたい。既存の環境ゼロを最大限に活用するということで、この図の右側のほうが下水工場化センターを表していまして、左側のほうが清掃工場のほうを表しています。下水浄化センターでは当然それを汚泥処理を行いますが、水処理を行いますので、そこから出てくる汚泥であるとか処理水ですとか総合ガス発電によるエネルギーの需給ということを取り組んでいます。で、清掃工事の方ですが、熱が出ますので、当然それの熱を使った、発電であるとか、余熱そのものであるとか、バイオディーゼル燃料であるとか、CO2 を回収している事業、それとも様々なものを取り組んでいます。まず製造工場の方なんですが、二酸化炭素分離回収事業です。CCU と書いてますけれども、カーボンジュエクサイドですね、キャプチャーユーティライゼーションということで、CCU ということで言われています。2016年8月に稼働いたしまして、その時にはですね、ゴミ収集するか CO2 を回収するっていうのは初めての事業でございました。回収方法としては過敏吸収方法を使っておりまして、エネルギーとしては、熱で起こす蒸気を使っています。回収のフローなんですけども、
まず製造工場から出てきます排ガスですね。まあ、この中で CO2 が約 12% が入ってますが、まずここで洗浄でスクラバーで洗いまして、いろんなですね、酸の成分を落としてしまいます。そこから回収等に導きまして、回収再生を繰り返してですね、まあ、熱を使うんですけども、CO2 を 100% にしまして、一時ですね、貯留タンクで貯留いたしまして、これ中圧ガスなんですけども、1メガ未満の圧力で貯留しまして、パイプラインの数字でですね、自衛さんに直結しています。で、二酸化炭素の供給先なんですけども、今3つの事業者さんに供給しておりまして、藻類の培養事業者さんと農業事業として2つの事業者さんに今送っています。キュウリの事業者さんである、JA 全農さんについてはですね、熱も臓器として送っているという状況です。で、今進出されている企業さんを少しちょっとご紹介しますと、一つアルビータさんと言われる、まあ、藻類のバイオ事業家さんです。ヘマトコッカスという藻類からアスタキサンチンを抽出して生成化されています。まあ、こういったそのオープンポンドですね、ここは国内最大級というんですか、もう多分最大だと思いますけれども、まあ、そういった事業者さんが今来られているということと、JA 全農さんですね、まあ、キュウリの工場なんですけど、製造植物工場なんですけども、ここで1年目でですね、平均単収の約4倍が取れたということで、非常にセンセーショナルな、今成功されている事業だというふうに聞いています。で、この製造工場の周りの周辺の変化をちょっと見たいんですが、2017年からですね、2021年、今、2017年の空港、航空写真ですけども、これは、製造工場を今、中心に書いてますが、まあ、これが現在では、製造工場からですね、西の方に2つの事業者さんと、製造工場の北側にですね、大きな21ヘクタールをですね、総理の培養事業が今進出をしていると、まあ、こういう状態になってまして、経済波及効果としてはですね、まあ、50億円以上の経済波及効果が出ているというのを調査が出ています。次には下水浄化センターに移ります。下水浄化センターでは3つの事業をご紹介しますけれども、まあ、1つは消火槽によるそのガス発電ですね。現在 40% の自家消費をできる発電能力を引っ張りまして、まあ、今後ですね、これをさらに増やしていこうという取り組みを行っています。あと、汚泥のですね、堆肥化事業ですね、地域農業のブランド化ということで今取り組んでおりまして、全量完売するということで、まあ、最近ヤフーニュースにも載ってましたけども、かなり、好調ということでお聞きしています。これもかなりその農業とですね、佐賀県の農業について非常にこう役に立っている事業だというふうに考えています。あと処理水なんですが、まあ、農業利用というのもございますけども、有明海に近いということで、季節別の運転をすることでですね、森がこの有明海のですね、栄養源を欲しがる、まあ、要するにその冬の時期ですね、これには下水処理を少し緩和してですね、栄養源を多く含んだ水を処理水として排出すると。その代わりに夏はですね、非常に厳しい運転をして、夏と冬で運転をこう区別しながらですね、産業に役立てているという取り組みです。まあ、この事業が地域の及ぼす効果としてまあ記載してますけども、まあ、全体的な流れとしては市民から出てくるまあゴミであったり、下水であったりというようなものを処理する工程の中で、さらにこれを産業化することに、資源を循環させて産業化に結びつけ、それをまた市民生活に戻すと、まあ、そういうような流れだというふうに考えています。まあ、こういうことで、実は市民からの生活のものが全て循環しますので、佐賀市民としては、その市民、資源循環ということですね、知らず知らずに主役になっていると、まあ、そういう取り組みだろうというふうに考えています。まあ、ここからが総理になるんですが、まず総理に着目したことについては、まあ、培養による副次効果があるということと、まあ、資源としての広がりが持てるということで、佐賀市としては環境保全と経済両立できる素材だというふうに考えています。産業による街づくりの考え方なんですけども、まあ、一次産業、二次産業、三次産業、よく6次化という形で言われますが、まあ、こういった取り組みでですね、進めていきたいということで、まあ、探しにこういった産業を起こしていこうと考えています。まあ、未開拓な技術分野サポートする研究開発
機能が必要であろうということと、この多様な主体が連携する産業化を進める組織、まあ、そういったもの2つが必要だというふうに考えています。で、先ほどご紹介もございましたけども、2016年ですかね、平成28年なんですが、まあ、佐賀市の方からですね、佐賀大学、筑波大学の方にお願いをいたしまして、ここで協定を結ばせていただきました。まあ、そこから今8年ほどが経過している、あ、6年ほどが経過しているところです。で、そこでですね、ございましたように、佐賀市の方で佐賀藻類産業研究開発センターというのをですね、佐賀大学の方の中に、作りまして、まあ、その中で、まあ、先研究していただく手村先生、まあ、あとからですね、研究発表がございますけれども、筑波大学からお越しいただいてですね、今ここで主たる研究をしていただいているという状況です。あと、今現状はこういう形ではないというのをお聞きしていますが、まあ、当時ですね、リサイソールバイオマス研究プロジェクトというのを立ち上げられまして、まあ、基盤研究、基礎研究からですね、いろんな部会研究をされているということでお聞きしております。まあ、今日はそれぞれの中での発表があるということで考えています。あと、それとその、組織ですね。連携して、この産業を進めていこうという組織なんですが、組織体の中で、佐賀藻類バイオマス協議会というのを立ち上げました。平成29年のことなんですけども、2017年ですかね。そこから今5年、6年経過しているところで、後々、この後にですね、この成果発表があるというふうに。で、この連携の形なんですが、佐賀藻類バイオマス協議会というものと、佐賀藻類産業研究開発センター、この2つがですね、まあ、連携をいたしまして、それぞれの産業とかアイデアから出てくるんですね。で、それを研究開発センターの方に持ち寄って、研究を進めていくと。逆にその研究から出てきたシーズをですね、バイオマス協議会の方で、産業化に結びつけていくと。まあ、こういった連携ができないかということで、進めていくところでございます。佐賀市、私からは以上です。ありがとうございます。質問は招待公明2件まとめていただきたいと思います。続きまして、一般社団法人、佐賀藻類バイオマス協議会中水戸康介様より、佐賀藻類バイオマス協議会の取り組みについてということでご講演いただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、佐賀藻類バイオマス協議会中水戸と申します。本日はこのような機会を頂戴し誠にありがとうございます。では、早速ですが、佐賀藻類バイオマス協議会の取り組みについて説明させていただきます。先ほどのお話もありましたが、株式会社アルビータさん、株式会社ユーグレナさんと、藻類培養事業者さんが新規に出すということもあってですね、バイオマス資源と幅広く商業化が期待できる藻類ということで、佐賀に藻類産業の集積を促進し、新たな産業雇用をもって持続可能な地域社会を目指す単管学金連携の協議会を設立ということで、この藻類バイオマス協議会が平成29年、今年で6年目となりますが設立いたしました。で、事業内容といたしましては、情報発信、で、情報発信であったりですね、まあ、セミナーを開催して、あとビジネスマッチング、先ほど申し上げました、佐賀大学さんのシールと、協議会の会員さんのニーズ、マッチングの会などを開いております。で、まあ、ビジネス領域といたしましては、まあ、藻類産業の藻類の培養からですね、加工抽出に至るバリューチェーン、こちらを網羅できるような事業内容としております。で、次のスライドに移りまして、こちらが7月現在の会の一覧となっております。もともと12社で発足した協議会ですが、現在までに約70社ですね、の企業団体様に加盟いただいております。特に昨年度から現在までの新たな加盟は12社となっており、これまでになかった流れとして、すでに培養されている企業さん、のみならず、培養をやってみたいという企業さんが増えられております。で、こちら、直近の入会である2社はですね、水処理の栗田工業様、
た日用品の花王様と地元の企業のみならず東京の大手企業にも参加いただいております。次のスライドに移りまして、こちら先ほどの説明にもありました、サラダに設定していただいておりますセンターとなっております。でこちら、教育課の会員さんにご利用いただくような施設となっておりますけれども、まあ、コロナ禍もありですね、なかなか県外の会員さんというのが行動制限もあったりしたんですが、まあ、近年、行動制限が緩和されつつありますので、このセンターをですね、利用した共同研究が、一社のみならず、複数社から今なっている状況となっております。続きまして、こちらがですね、佐賀大学様のプロジェクトチームとなっております。でこちら、まあ、珍しいところとして、まあ、農学部、理工学部、医学部と、まあ、学部横断的な組織ということで、まあ、佐賀大学様にも一貫したプロジェクトチームで、藻類産業の研究をしていただいております。でこちらがですね、協議会の会員さんとですね、佐賀大学様のシーズをマッチングするためのミーティングの場となっております。もともと商品開発とですね、製造生産系のグループ、あと農水産の3つのグループで発足しましたが、こちら、コロナ禍前は佐賀大学様に会場をお借りして開催しておりました。が、コロナになったので、まあ、ウェブ開催ということで、この3つのワーキンググループを共同でやるような形で開催しております。でこちらがですね、開催の様子なんですが、センターの概要の様子をご覧いただいたりですね、あと、藻類関連の食品の試食会なども開催しておりました。そちら、ウェブ開催になってからはですね、まあ、会員さんの培養をされている企業さんのプレゼンであったり、あと、まあ、バーチャルツアーということで、ウェブ配信などもいたしました。で、令和3年度の開催したセミナーですけれども、こちら、協議会のアドバイザーをしていただいている株式会社千歳研究所というところで、こちら、こちらの社長の藤田様は、内閣府のバイオ戦略の有識者ともなっておられますので、そういうバイオの復帰からの情報もアドバイザーとして参加いただいております。で右側が、このツナの映像ですけれども、こちらがですね、まあ、藻類×大豆タンパクイコール畑のシーフードというところで、富士製油株式会社様、こちら、まあ、大豆の代替、タンパク質からですね、まあ、いろんな原料として、販売されている会社さんと、あと、株式会社食べるもさん、こちらスピルリナという微細藻類を培養して、健康食品などで販売されている会社さんと、千歳の保証様とですね、こういう形で、藻類と大豆タンパクで、まあ、サスティナブルな食品ができないかというようなセミナーも開催いたしました。続きまして商品化の取り組みですけれども、まあ、こういうような形で、研究のみならずですね、商品として世の中に出していきたいということで、世の中活動を行っております。こちら、タガのフリーペーパーのモテモテに掲載させていただいた記事ですけれども、まあ、こういう形で、まあ、地元のメーカーさんもですね、藻類を利用した食品、商品等を開発していただいております。で、次世代からの期待に応える探しの開発事業ということで、こちらですね、工学館高校生が、日本青年会所の佐賀県の政策コンテストで、グランプリを取った提言がございまして、佐賀市の製造工場の CO2 で育てられた藻類のさらなる活用をという提言をいただいたんですが、もともとムツゴロウに、この藻類を食べさせて佐賀の PR ができないかということだったんですけれども、ムツゴロウがなかなか養殖されていないということもあって、もともとですね、先ほどのアルビタ様ヘマトコッカスというのを培養されていましたので、こちらのヘマトコッカスと
地元でですね、パン屋さんをメインでやられてるんですけれども、美味しい佐賀の名物となるようなお土産を作りたいということで、バウムクーヘンも作られるようになりまして、バウムクーヘンを作るんだったら卵からこだわって作りたいということで、4年前から養鶏場から始められたムーランルージュさんと、こちらのですね、鶏にそのアスタキサンチンを含むも食べさせてですね、こういうふうに卵、アスタキサンチンは赤色の藻類なんですけれども、こちらを含む卵が出てきました。で、こちらを使ったですね、バウムクーヘンもすでに商品化されております。で、この取り組みがですね、もともと高校生の提言から始まりまして、二酸化炭素と食と健康ということで、さまざまなメディアですね、地元の佐賀新聞社様から、関東のですね、TBS テレビ、日本テレビ、テレビ東京様などに、いろいろと取り上げていただきました。で、こちら、最後ですが、佐賀大学様でも進む研究ということで、このほどこちら、発表がございますが、出村先生がですね、日本で初めて DHA を産出するイカダマの新種発見をされたり、藻類から血圧降下成分を発見された川添先生ですね。こちらは、佐賀大学様と協議会の方で、共同で、特許を出願させていただいております。このような形で、佐賀大学様と企業様とですね、橋渡ししながら、藻類を産業として広げていきたいということで、活動しております。では、簡単ですが、協議会の説明を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございます。